この淵正信選手、大きなベルトですね。大きいでしょ、重いですよね。どれくらいあるんですか。いや僕も何度か持ったことありますけど、はい、10キロくらいはありますよね。でこれからこのベルトをかけて争われるということで、はい、今認定証が読まれてるんですよ、はい、これは必ずこういう選手権試合で読まれるんですね。まして挑戦者がこの人よりベルトの返還が送られます。一部のファンの間ではね、今両選手の表情をご覧いただいたんですが、ディーンが非常に厳しい表情、一番なかなかいい男ですよね。リラックスした表情を見せておりましたね。表情は明るかったですね。こちらはアメリカの方ですよ。はい、兄のジョーに挑んだ世界ジュニアヘビー級戦はあるんですが、一に挑むのは初めてであります。いやでもやっぱり両選手の紹介です。この選手権試合というのは必ず60分の一本勝負で争われます。60分ね。挑戦者のディーン・マレンコであります。ディーン・マレンコ。こちらが現チャンピオンのヘビー級マサノブ選手であります。マサノブであります。痛い。当たってしまいました。紙テープが当たってしまいましたが、このコーラペンホール。キャリアもそして年齢も俺の方が上だ。ボディを投げると10分以内にと話していましたが、その10分以内を変化した。おっ、今度はディーン・マレンコ。ディーン・マレンコ、さあこの時よりも盛り返してきましたね。ディーン・マレンコ、さあエルボーを打っていく。先ほど淵が打ったお返し、肘でコーナーを打ちました。ハイキック、高いアングルのキック、いわゆるハイキック、突進を取りました。バックに回ったと、さあバックドロップか。いや、うまい。今藤井選手の体はエビのように丸まりましたよ。エビが滑ってるんで回復の度合いを待っていた。振りました。そしてエルボーが振る。エルボーで上空を振りました。この人は少しぐらいじゃ逃げちゃうんだよ。トンボを切って止めて、トンボコペスイシーラという技です。コペスイシーラ、フェイントが入るんですよね。入りましたね。今アフコちゃんの目の前ですよ。紹介するだけではないんですよね。これはいけないんです。本来はスーペックスマシンと和田君レベリー、このマレンコではありますね。さあ正々堂々とチャンピオンを今リングの上に上げました。フェアですね。フェアですね。これ素晴らしいこと。マレンコは OK って言いましたよ。さあディーン・マレンコ、そしてトップロープ登った。しかも気が付いた。下から狙ってるぞ。パンチを打つ厳しい攻め。一番上のさあ、うわっ、おかしくなってよかった。腕を手繰り寄せた。対角線ニュートラルからニュートラルでホイップ入れ替えた。反対に投げた。セバックマークだ。ジャーマン打てない。足を吹く。逆にジャーマン、ジャーマンが足を吹っちゃう。なんとかこらえている。クロアカ一番サーブであります。さあ、おっとドラゴンスリーパーか。そのまま持っていった。ノーザーライト持ってくるぞ。ノーザーライト目まぐるしい攻防だ。ノーザーライトスープレックス。このその奥の手を出してくれたね。後楽園も独特の応援の仕方、興奮してると皆さん床を踏み流すんですよ。いや、この人も今やってください。潰れるくらい叩くんですよ。さあ場内からプッチーボールだ。マレンコ側の半分になりました。大丈夫かな、ちょっとフラフラとしてる。マレンコ足ある。キックを打つ。これはフェイント。今の何ですか。ボール出た。スライディングに足りましたね。足りないように足を挟んだ。これは素晴らしいリングだ。素晴らしい。さあ選手がね、サーブロープに手を振らそうとしてるが届かないでしょ。片手で完璧に決まってますね。もう少しだそうですか。今ロープであります。今ロープだ。あ、ちょっと疲れてます。ちょっと痛そうですね。疲れてましたね。さっきまでの状況とはまた逆転してきましたね。やっぱり関節が当たったら怖いですね。ディーン・マレンコ選手は足の方大丈夫みたいですよ。大技構成もあります。やっぱり回復力が早いですね。どういう風にしていくか。足をフックするブレンバスタースライン。さあここからローションバックに回ったからディーン・マレンコが、この辺の体の使い方潰せる潰せる。そうだ、ジャックランですね。またエビのガザルの体勢だ。どうなかった。一番しぶとりジュニアの第一人者フチ。なんか早くて分かりませんよこれ。まああまり難しい技の名前はね、まだ覚えてない。これなんか上手いでしょ。上手い。これ今和田恭平レフェリーがあとすぐにでもカウントに入りそうだ。何人もの若手をレフェリーを食らってきた。肩が離れればいいんです。さあ、あとドラッグを挟みかけて、それがドラッグを挟み込んで、あー危ない。ゲンさん、こういう技が何種類ある。この人はまだまだまだあるんですね。どうやら両元も勝負に入れちゃうんですよ。口も回避技を持ってますからね。一瞬のチャンスを狙っているのか。口が狭まってきた。さあ、ボディスラムに返した。ボディスラムですね。ディーン・マレンコ、ガッツポーズ。もう一回気合い入れた。これなんか大きな技をしようっていう。これはそんな心意気ならね。外に出る。ちょっと調子に乗りすぎて、飛び込んでしてるから。ちょっと気になりますね。ちょっとこの辺り補欠が終わるかもしれない。
ってほしかったね。しかし後ろダメージもかなりある。血を狙った、血を狙った、トップロープのマレンコを捉えた。どうするのか、場外か、場内か。さあデッドリードライブ、デッドリードライブ、殺人ホイップと言われる。で変わるか、高いところ、一番高いところで攻守を完全に入れ替えないとね、トップロープちょっと厳しいところですからね。あそこはね、もう 1m50 ぐらいですからね。さあ飛び込んで、あーこんなロープのハンドを利用したって。バックに回った基本なんだ。これ丸め込んだ、これを冷静に見て、冷静に見て、